7月に入り5ホーマーと自慢の打撃が復調してきた大城選手に超助っ人安藤アナが直撃しました。超ジャイアンツという番組の超 MC 宮本さんが推す宮押しという選手に今回大城選手が選ばれました。ありがとうございます。え、刺さってます？いや、分かってます？宮押しって分かってます。お、さすがです。聞いたことあります。お、ありがとうございます、はい、どうですかこの宮本さんが推すっていう選手にこう選ばれたっていうのは。いや、とても光栄に思います。宮本さん見てますからね、スタジオで。宮本さん、ありがとうございます。ということで、やっぱりその要因っていうのが、はい、バッティング面のところでの今、はい、大城選手の活躍というところがこう注目されまして、一昨日のゲームもスリーベースもありましたし、ホームランもありました。あのスリーベースっていうのはどうだったんですか？打った瞬間はとりあえず入れ入れと思って、あ、ホームランにっていう、そうっすと思ってたんですけど、はい、やべえって感じで入らんかったと思って全力で走ったらあのフェンスに当たって転がってたので、もう三塁まで全力で走りました、はい、もう思い返せば三塁打も久しぶりだったので嬉しかったです、はい、その試合、最後にホームランも出ましたが、はい、どうですか、こうホームランも出たっていうので、ご自身 の, このバッティングの感覚だんだんこう戻ってきた感じもありますか？そうですね、まあはい、春先よりはだいぶ状態も良くなってきているので、まあ、それを継続できるように、残りの試合も頑張っていきたいと思います、はい、今シーズンここまでの間で、あの原監督が言うミニキャンプ、ちょっと一回キャンプで作り直してこようっていう期間もあったと思いますが、はい、あの時はこうどんな思いでこう調整されたりトレーニング積んでたんですか？まあ、上にいるとあまりできないことを、まあ2軍にいる時はトレーニングコーチだったりトレーナーの方と一緒にランニングやトレーニング、まあ、体幹トレーニングなど、まあ、普段あまりできてないことを、まあ、やれたので、それがとてもこの一軍に戻ってきて、まあ、結果につながってるかなと思ってます、はい、新岡二軍監督や小笠原コーチともこう結構指導を受けたりとかする場面もありましたけど、はいはい、何かその中での気づきですとか自分の中でのこういった部分がこう変わってきたっていう感覚もあるものですか？自分にはなかったことのなんか考え方やその体の使い方とかを言ってくださったので、自分もなんか新しい発見というか、はい、そういったのを教えていただいたんで、まあ、新しい発見っていう意味でも良、はい、かったと思います、はい、その今度は守りの話もちょっと聞きたいんですが、はい、あの12日の阪神戦、戸郷投手完封勝利というシーンもありました、はい、あの話によると桑田コーチとこう東郷投手と大城捕手の2人で協力して完封してこい、はい、そんな声がかかったっていうのも聞いたんですが、はい、どうでしょうそのあたりというのは。そうですね、まあ、その8回終わって東郷のとこ行った時に桑田さんもいてどうだみたいな話になって、まあ、東郷も行きたいですって言ってたんで、まあ、自分も、まあ、行けると思ったので自分もいけると思いますっていうその2人で、はい、そういう感じになったのは本当本当っていうか事実です、ね、でそれで桑田さんが OK 分かったじゃあ頑張ってこいって言って、はい、背中を押してくれたので。ピッチャーはよくこう1試合投げるとすごく気持ちいいっていう、はい、1人で投げると気持ちいいっていう話もよく聞くんですけど、キャッチャーでの完封っていうのはこうどんな思いなんですか？いや、ピッチャー以上に嬉しいなと思います、ね、多分、はい、やっぱりこうずっとリードしていって、はい、押してろっていうのは気持ちいいんですか？気持ちいいですね、はい、嬉しいです。そうですか、はい、あのそういった中ではこう今キャッチャー陣のこう3人登録されているっていう中で、その中のコミュニケーションだったりもよくベンチでも見られますが、はい、年長者である小林選手、副キャプテンでもありますけど、結構コミュニケーションだったり会話って取られますか？そうですね、まあはい、まあ、あと今岸田もいるので、まあ、コミュニケーションっていうか、まあはい、ここはどういう感じだった、あの試合終わったとかにここはどういう感じだった、どういう感じでしたとかいうのは聞いたり、はい、まあ、コミュニケーションを取るようにしてます。小林選手からは試合中にもちょっと声かかったり会話してる様子なんかもこうベンチの映像もたまにこう見るんですけど、そういったこう試合中のコミュニケーションもあるんですか？試合中は、まあ、
アドバイスとかくれたりしますけど、まあ、終わってからの方が多いですかね。試合終わってからの方が。終わってからですか、はい、終わってからはやっぱりその時のこう配球やキャッチャーのこう、バッターの癖とかもですか。まあほぼリードに関してですけど、うん、はい、まあ、やっぱ違う目線から、うん、はい、まあ、見てるので、まあ 気づきだったり自分も、まあ、そうだったなとかっていう考え方も出てきますので、はい、聞くようにはしてます。残り試合も少なくなってきましたが、目の前の試合一生懸命頑張って、勝ちたいと思いますので、熱い応援これからもよろしくお願いします。宮本さん、お久しぶりです。まあ、たまにグラウンドに来ていただいているので、宮本さんのとても元気な姿を見れて自分も嬉しいです。またどんどんグラウンドに来て、明るい表情と元気でもっとパワーをください。今回は選んでいただきありがとうございます。頑張ります。大城選手ありがとうございました。